今日第1回引き木行塾、始まったわけなんですけど、はい、その感想を菅沼さんからよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日、最初私の一文字悩みから始まったんですけれども、はい、最終的には割り切ってやっていこうというふうにまとまりました。以上です。ありがとうございます。風間さんお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。私の一文字新しいで始まったんですけれども、本当に新しい環境で、ちょっと最初は緊張して いたのかな、はい、本質は控えめな性格のつもりではいるんですけれども、ちょっと皆さんからいろいろメッセージをいただいたので、これからバンバン自分を出していけるように新しく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。山口さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、字は漢字一文字で希望の木っていう字で、挙げたんですけど、いろいろもう皆さんの理解いただいて、まさにその希望の光が見えて、これから頑張っていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、袴田さん。はい、袴田です。私は最初、揺れる揺れるっていう感じで始めたんですけど、じゃなくてもいいんだって気持ちが軽くなったことと、次回までにコツコツと一つずつやっていくことが決められるのは、心がやっぱり落ち着いてそこに集中できるのが助かります。どうぞよろしく。ありがとうございました。では福島さん、よろしくお願いします。はい、福島です。ありがとうございました。そうです、僕は踊るという字でしたね。はい、そうですね、個別の、コンサルタイムみたいなのがあって、それはすごくいいなって、これ体感できてよかったですし、あと他の皆さんの話も聞いてて、他まだ言いたいことが山ほどあるんですけど、時間足りないなっていうのがあったんですけど、メンバーもすごいバラエティーを求めて、これから楽しみだと思ってます。ありがとうございました。最後ですね、引き牛第2期の一発目なんで、皆さんこのポーズでですね、画面に向かって決めポーズで終わりたいと思います。それではじゃあよろしくお願いします。じゃあこれくっついてもらってもうちょっとじゃあもうちょっとくっついてエンディングポーズがあるんですよ。それではって、はい、そうですね、せーの、それでは